皆さんこんにちは。モデルでボディメイクトレーナーの佐々木瑠美です。この動画では美しいデコルテラインを作るエクササイズとストレッチを2つご紹介します。美しいデコルテラインといって思い浮かぶのは多分鎖骨ではないでしょうか。鎖骨がこう埋もれてしまって見えない状態だとどうしてもなんとなくのっぺりとしてメリハリのないデコルテラインに見えますよね。あと一つ気になるところはここ脇肉ですよね。洋服を着た時、特にキャミソールなんかを着た時にちょっとこうここがぽよっと出てしまうとなんとなくファッションも自分の魅力も半減してしまうような、ここばっかり気になってしまうようなこともあると思うので、今回はその脇肉とあと鎖骨、そこに、焦点を絞って2つご紹介します。鎖骨はですね、実は背中の後ろにある肩甲骨と連動して腕を動かしています。なので腕をしっかりと動かしていくっていうのがデコルテ、特に鎖骨ラインを美しく見せる一つのアプローチの仕方になります。はじめにそのストレッチとエクササイズのインストラクションをご紹介します。その後に皆さんと一緒に行いますので、ぜひ最後までご覧いただいて一緒にデコルテラインをきれいにしちゃいましょう。はい、では1つ目のストレッチをご紹介します。立った状態か座った状態で行うんですけれども、椅子を使う場合は後ろに背もたれがないものを使用してください。はい、では椅子に浅く腰掛けましょう。骨盤を立てた状態でお腹にぐっと力を入れていただきます。お尻の後ろで両手を組みます。息を吸って吐きながら肘を伸ばしながら拳を体から離していきます。それと同時に顎を上げて胸の前ストレッチしていきます。肩を下げるようにですね、肩上げないように下げた状態、拳を自分から遠く離すようにして顎を上げましょう。これを30秒行った後に首、顎を動かしていきますね。まずこちらから顎だけを引きます。顎を引いて鎖骨の間に顎を向けるような感じです。息を吸って吐きながらその鎖骨に沿わせて、左右の鎖骨に沿わせて顎を斜め上に上げていきます。ここの鎖骨の内側から頭、耳の後ろですね、頭についている胸鎖乳突筋、そこのストレッチをしていきます。息を吸いながら戻して吐きながら反対側も、息を吸って吐きながら同様に、これをですね10回ほど行います。はい、では2つ目のエクササイズです。今回も椅子に腰掛けて行います。背筋をまっすぐですね、骨盤を立てて両手を小指側、肘と小指を顔の前でつけます。この時に肘をギューッと押し付けるようにして、この脇の三角形の部分、ギューッと力入るように行いましょう。まずこちらからスタート。このまんま肘の高さはそのままで、手のひらを前に向ける方向に外側に向けていきます。そのまんま肘を後ろに引いて肩甲骨をギューッと寄せた状態、この時に手のひらは外側向いています。肩甲骨を寄せて胸の前をストレッチ、肩を下げた状態で、ここからまた前に戻して肘と小指つけて脇の間をキュッと力が入る感じ、開いて閉じて開いて閉じて、開いた時は胸をしっかりとストレッチして、締める時は胸のところ、脇のところを特にキュッと力、肘をキュッと押すような感じ。まずこちらを10回やった後に手のひらを今度内側に向けてつけます。ここから先ほどと同じように肘はキュッと押し付けた状態で肘を上位に上げていきます。3、4、これを10回やっていきます。ちょうど脇のところキュッキュッと力が入る感じ、肩を上げないように下に下げた状態で行います。これを10回行ったら先ほどのストレッチと合わせて開いて閉じて開けます。これを10回、なので、10回行った後に10回行って10回行って30回を一連の流れで行います。はい、では実
際に皆さんと一緒にストレッチとエクササイズを合わせて行います。椅子に浅く腰掛けましょう。骨盤を立てて、お尻の後ろで手を組みます。息を吸って吐きながら肘を伸ばして、拳を遠く、肩を下げて顎を上げて30秒です。鎖骨をね、後ろにぐーっと、肩を外に後ろに出していくようにストレッチです。顎を軽く上げた状態です。肩を下げて、肩を外側にくるっと回すようにして鎖骨を伸ばしていきましょう。あと10秒いきます。鎖骨のあたりの、ね、ストレッチをよく感じてください。はい、腕はそのまま、肩もそのままで顎を下げましょう。鎖骨に沿わせて斜め上、戻して、吐いて、反対側に上げます。ゆっくりと顎を、顎で U の字を書くような感じですね。左に顎を上げたときは、左の耳の後ろをちょっと天井に向けるように意識してみてください。お腹にぐっと力を入れて、背筋を伸ばしたままです。ラスト1回、はい、OK です。はい、ではエクササイズに入ります。肘と小指側をつけて、手のひら顔の前です。背筋伸ばして、息を吸って吐きながら肘外側、はい、手のひら外側に向けて、内側に入るときに脇のところをキュッ、相手のひらつけて上、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 2つ続けていきますね。そこから外側に開いてつけて上げる、2、3、4。肩全体は下げた状態で行います。6、7、9、8、9、ラスト10。はい、お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。1セットしか今やってないんですけれども、だいぶこの辺りね、使った感じがあると思います。で、ストレッチは本当にいつでもできるので、まあ、30秒3セットとは言っていますけれども、もうことあるごとに、特にスマホとかパソコンとか見てるときは、どうしてもやっぱりこう胸が前に、鎖骨が埋もれていく動きになってますので、しっかりとこうね、反対側にストレッチするのは、もうこまめに行ってみてください。はい。で、エクササイズの方もですね、これから春夏の時期、キャミソールとか着る機会が増えると思いますので、それに向けてね、1日3セット、週3回ほどね、行うと効果的かと思いますので、ぜひ行ってみてください。